今日の調べてみたらのテーマは。人気シリーズ、年金の現実です。皆さんの年金額を聞くと。一ヶ月だと十二万五千ぐらいだよね。八万ぐらい。うん、二十万切れますよね。五万弱です。で、やっぱり働かないとちょっと。どん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 、じりひになってっちゃいますもんね。 厳しい現実と同時に、聞こえてくるのが。ローン破綻すると思って。全然、そういうの考えなかったのよ。年金生活を苦しめる。思わぬ誤算です。そこで。皆さんの身に起きた。思わぬ誤算を徹底取材。まさか、私、そんな風になるなんて思ってもいないんだから。あ、西原英次郎と同じだよって。入院一ヶ月に及ぶ闘病生活。 その医療費は一方この時期は秋のお悲願気になるのはやっぱり心の拠り所ですよあった方がそこで亡くなってからかかるお金について聞いてみると投資するだと400万か進んで500万ぐらいかかっちゃったけどということで今回はなぜこんなことに 年金生活を悩ます。思わぬ御さんにはどんなものがあり、なぜそうなってしまったのか調べてみました。まずは年金について、現役世代に話を聞くと。少しずつ年金のあのもらえる額があの少なくなっているので、その自分自身の老後というか不安というのはありますね。30代の女性は？ 夫婦一ヶ月の平均の年金額が二十二万円だと伝えると。でも現実的に東京だと無理だと思います。うん、次の総理には確実に若者が年金を受け取れるっていう社会が見えるように期待したいです。将来年金が減らないことを望む声。実際。 年金世代の人たちはもらっている金額についてやっぱり働いてないと無理ですお小遣いは欲しいから孫のために年金だけでは厳しいという声では皆さんいくらくらい年金をもらっているのでしょうか街で1ヶ月の年金額を聞いてみると70代の男性はアパート暮らし 1>, 1ヶ月の年金額は僕の場合9万円 1>, 1ヶ月およそ9万円家賃が7万円のため生活はかなり苦しいそうで毎日の食生活が一番きついんじゃない要するに食生活減らさないとあの他の費用出てこないじゃないお金がない一番の理由を聞いてみると 年金を甘く見たっていうおっと若いうちにちゃんとあの頭に入れておけばよかった60代の女性はアパートで一人暮らし1ヶ月の年金額は13くらい1ヶ月およそ13万円女性は30代の時に大きな失敗を経験していました でも私マンション持ってたのよ、あのローン払いきれなくて、最初あの、利息だけ払ってたんだけど、もう意味がないなと思って。買ってから10年で、まさかのローン破綻うちの兄がうちを買って、姉が買って、私だけなんで買わないんだろうっていうような、なんかそういうなんか意気込みあったのね、うん、資産だけ残るという<あ><く>簡単にそういうふうには最初思ってたのね。 とても現実はそんなもんじゃない。80代の女性はアパートで一人暮らし。一ヶ月の年金額は？私はもらっていません。払ってました。ちゃんと給料から引かれてましたから。一ヶ月の年金ゼロ円。28年間勤めていた会社の給料から保険料を転引きされていたにもかかわらず、一体なぜ？ 聞かれているのにないということは事務関係がなんかねおかしかったでしょうね会社が嘘をついてたってはある。感じですね当時の会社はすでに存在しないため泣き寝入りの状況現在は生活保護を受けているそうです悔しいそんな結果になるってことなんか考えてなかったですからねもらえるはずの年金がなかったという まさかの大誤算でも年金生活で待ち受ける誤算はまだまだあるようで1ヶ月の年金額は27万円80代元私立大学教授の誤算は誤算はですね家内が認知症が進んで,で結局介護施設に入ったんですけれどもね。 それまでやっぱり面倒見の非常に大変だったというねどういう時が一番そのそれはやっぱり下の祖祖の世話ですよこれは妻の介護が大変だったそこで一つ目の誤算は病気についてです1ヶ月の年金額は20万円80代の女性はがんで亡くなった夫の治療代に大きな誤算が 三百万。それて実費の。だって保険入ってない。<laughs> 入っていた郵便局の保険がてっきりがん治療にも適用されると思い込んでいたそうで。そこだけが私の人生の失敗なんです絶対に入ってください。外務保険。そんな中。自分の力で健康を維持するを。 テーマに行われていたのはこちらは65歳以上の男性を対象にした男の料理教室料理が作れるようになり自分で健康を管理し介護を予防するのが目的です。

すごっえこれね小数点を見落としていました70代の丸さんは日本の高度経済成長期を支えた元猛烈社員この日初めて包丁の使い方を教わります猫の手ですいはい。

手が滑り袋ごとフライパンにこういうことが起こったらどうするかビニールが入うといけないからこういうものはここに置いてからやった方がいいなっていう風なああそうですかともあれなんとか無事に完成こういうの食べさせたら気持ちがありますけどねとてもこれはね、再現できないです再現できる 一方、この先の年金生活で不安なことを聞いてみると。将来ね、この、やっぱり医療の問題。それが一番不安ですよね。もし病気になった時に、十分な医療を受けられるのかという不安。実際、思いもよらない病に倒れ、急死に生えた女性がいました。まさか、私そんなふうになるなんて思ってもいないんだから。 関東郊外のアパートに一人で住む80代の節子さん年金は1か月15万円家賃は6万5000円生活はいつもギリギリで家賃を滞納したこともあるといいます今年6月節子さんは思わぬ大病を患いました あの。シャンソンのコンサートが。で、それ、私は七番目に歌う。なてう現役のシャンソン歌手でもある節子さんは。この日、久しぶりにステージに立ちました。ところが。歌いだして、二小節目ぐらい歌いたかなっていうところで。はい。もう、本当、死ぬかと思っていた。突然襲った胸の痛み。 すぐに救急搬送されました病名は何だった大動脈乖離、うん、先生がおっしゃいました、うん、西者病児童と同じだよって集中治療室で10日間生死をさまよった節子さん今は以前の元気な頃に戻りつつあります、うん、まあ大量でしょうね20分遅れたら死んじゃってたなんて言われたら、うん 今回の医療費は1ヶ月の入院で、およそ23万6千円。そのうち、節子さんが払ったのは、38,747円。ほんと保険ってありがたいなと思う。しかし、健康保険のありがたさを感じた一方で、生命保険については、降りる金額が少なかったと後悔しているようで、 死んじゃったとかなんか人墓参りに出るか百五十万ぐらいしてね。ということで次のご参は死後にかかるお金です。自分が亡くなってからかかるお金について町で聞いてみると、お墓を買うの今当初だと四百万かうん、うん、そこらするよね。土地代だけでもうん、それだけは別にしてあるの。あお墓ありますから葬儀代。

それだけあの出費がかさむじゃないだからみんなあの家族層にするんだ家族層を望む人も多くその場合費用は100万円以内という人が多いようですさらに最近ではこんな供養を望む人が増えているようで子供とか孫に継承して見てもらうというのは大変になってきてる世の中だから 考えてない樹木葬というのはありかな。樹木葬と呼ばれる埋葬です。1ヶ月の年金額が夫婦でおよそ20万円。佐藤さん夫婦はすでに樹木葬の代金を支払い済み。自分たちがちゃんとしたそのまあお墓の後取りいるいないから。はい、そこで後日樹木葬の墓地を見せてもらうことに。 向かったのは、東京文京区にあるお寺。樹木草はこちら。あ、こちらになるんですか。緑が埋められた墓地。遺族が管理する墓石の代わりに、お寺などの施設が管理する樹木をシンボルとするのが、樹木草です。佐藤さん夫婦は、亡くなった一人娘に後取りがいなかったため、将来三人一緒に、 ここで営民したいという思いで、早くから樹木葬に決めていたそうです。50年間はこちらでお守りしていただけるんですね。東京での墓石の相場は平均200万円から400万円の間が多いそうですが、この樹木葬だと費用はどのくらいなのでしょうか。お墓建てるよりは全然6、70万円らい。 ちなみに墓じまいする場合の費用ですが一般にこのくらいの敷地の墓石を取り壊す場合で50万円前後管理してもらっていたお寺から離れる離断料が必要になる場合もあるようです。ということで老後の年金生活を悩ます思わぬ誤算を調べてみたら。

他の大好評コーナーもさらにパワーアップしますよはい、皆さんぜひご期待くださいえこの動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします